次8段目いきます。ちなみに8段目と9段目は同じ編み方です。立ち上がりの鎖編み1編んだら2モヘア編んで、次7回繰り返す模様は2エコアンダリアで始まります。2エコアンダリア6モヘア、2エコアンダリア4モヘア、これ7回繰り返します。2624ですね。で最後2622にしてモヘアで終えます。真ん中でポッチの部分なので、次の段もね、モヘアで始まるんですね。なので、8、9、24、25、全部最後モヘアの糸で引き抜きます。8段目、ここですね。で、9段目、こちらになります。同じ編み方ですね。で、ここの横のラインがあるので、お忘れなく。じゃあ、8段目開始。立ち上がりの鎖編み1。で最初2モヘア編みます。5アンダリアを針の上に乗せて、で1で次モヘア2、最後糸を引き抜くときにエコアンダリアで引き抜きます。じゃあ次7回繰り返す模様なんですけど、エコアンダリア2で始まって2624でいきます。いきます。エコアンダリア2編みます。1、2で最後糸を引き抜くときにモヘアで引き抜きます。で次ポッチのあるひし形とひし形をつなぐラインのとこですねを6目編みます。1、2、3、おっとっと、4で5で6の最後でエコアンダリアに変えます。次エコアンダリア2ですね。1おっと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 、2で最後糸を引き抜くときにモヘアに変えます。で次モヘア4です。1、2、3で次最後4ですね。で最後はエコアンダリアで引き抜きます。でこの4目のところでポッチを作ってますね。これで2624編めました。段の始めのところに印つけときます。じゃあ2回目の2624いきますね。まずエコアンダリアで2編みます。1、2で最後モヘアで引き抜きます。で次モヘアで6ですね。1、2で次モヘア3で次4、5で6の最後でエコアンダリアで引き抜きます。で次エコアンダリアですね。でもう一個でエコアンダリアもう一個編んで、最後モヘアで引き抜きます。で次モヘア4ですね。1、2、3、4で最後エコアンダリアで引き抜きます。これで2624の2回目が終わりました。じゃあ次行きます。3回目の2624ですね。まずエコアンダリア2で、2回目の時に最後モヘアで引き抜きます。で次モヘア6いきます。1
2、3、4、5で6。6の最後でエコアンダリアです。で、次、エコアンダリア2ですね。エコアンダリア1。で、2。最後に、モヘアで引き抜きます。で、次、モヘア4ですね。1。2。3。4で最後エコアンダリアで引き抜きます。このような感じで仕上がっております。あとね、これを4回繰り返して編んでいきます。2624を7回編めました。じゃあ最後2622に行きたいと思います。じゃあエコアンダリアで2ですね。1で2なので、最後モヘアで引き抜きます。で次モヘアで、6ですね。1、2、3で4、5、6で、エコアンダリアで引き抜きます。で、次。エコアンダリアで2。1。2。で、モヘアで引き抜きます。で、最後。2目。モヘアなんですけど、どの段を編んでいても、真ん中のポッチ編んでるので、次の段もモヘアで始まるので、最後糸を引き抜く時もモヘアで引き抜きます。で一番最初の目のところに、モヘアで引き抜き編みをします。以上ね、8パターンを説明しました。で9段以降ですね、どの動画を見たらいいのかっていうのは動画の下の説明欄にリストにしておりますので、そちらをご覧ください。繰り返しになるんですけども、この8段と9段のところを真ん中にして上下対称に同じ編み方になっています。で模様編みが完了したら、今度はこの紐の通し穴、この縁のとこですねを編んでいきます。